Go, alive. Purple. Red energy, okay. This suggested attribute. Team gains a momentum mark when hitting. Upon reaching 30 stacks, all marks are cleared. Okay. Impact now to use Havoc. So, not bad. I'll try that. Beep, 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 beep. 1, 2, 3. And then 1, 2, 3. Okay. Team buff. Casting resonance skill gains an extra stack. Okay. Yukzo. Kyoku wo hiraku. Kore de dou? Jama desu. Kore wa ii ka? 遅いです。燃やし尽くす。燃えろ。待ってたぞ。これで決める。素材その身に刻め。これでどう？怒りました。死にたいのか。静かにしろ。消してやる。終わりにする。入力アド、アストラ。隙あり。まだ満たされない。止められるものか。やったぞ。おやじ平気だ。商品にやられた。壊れろ。危険も戦争に不可欠だ。さて、獲物は誰だ。剣士、出番よ。さあ、行くわよ。そろそろ終わりね。ターゲット確認。雷鳴よ、牙を向け。おやじ、助けて。では手強い。カメは進化の過程を見抜かねえな。手強い。もうけはるのだぜ。深夜の時間だ。行け。あーて、危険も戦争に不可欠だ。どこを見ている。おやじ、ブルジの目線。私が商品にやられた。剣士、締めるわよ。手強い。さあ、行くわよ。ターン殲滅の時間だ。OK。 Should be fine. Check. How many do I need?2,300. Oh, 700. Okay. Did it. Good. Elite class. Overlord.
2700. Okay, I'll try. This one. I'll take you, you, and you. Same one. Nope. That one. Okay. Team buff. Alright. Yukzo. Hoko ni te ugatsu. Kore de dou. Kore wa ikan. Ado Astara. Kishite yaru. Shitsukoi desu ne. Moero. Oyashi tsukusu. Get her up. Matte ta zo. ターゲット確認。知れ。さて、獲物は誰だ。痛みよ、我が身をまとえ。どこを見ている。目をそらしちゃダメよ。進化をお見せします。ターゲット殲滅の時間だ。切る。壊れろ。進化の過程。剣士、締めるわよ。ターゲット確認。危険も戦争に不可欠。ポトンシンセシス。切り裂く。剣士、行くわよ。誰が近づいていい。さあ、行くわよ。ターゲット確認。慈悲など無用。つっ、よ。冷静さを失うな。
こを見ている。痛めつけてほしい。飽きたわ。さようなら。ナイス。ふう。just enough。Roll out class, okay. Buff. Okay, same thing as always. I'll try him for now. Should be fine.風に乗れ。矛にてうがっ。すごい。羽を出せ。曲を開く。それでどう？怒りました。死にたいのか。燃やし尽くす。入力。星の歌よ。その身に刻め。いや、これで決める。助けて。警戒を怠る。金を出せ。これでどうだ。身の程知らず。これはいいか。燃えろ。隙あり。は、行くぞ。恐れなし。は、これでどうだ。怒りました。これはいい。おい、終わりにする。平気。入力。アド、アストラ。待ってたぞ。これでどうだ。これはいかん。燃えろ。煩わしい。静かにしろ。隙あり。止められ。終わりにする。心配しないで。へっ。入力。 OK, that's nice. オークが全て解き明かす。見えた。再構築。同一。どこを見ている。そろそろ終わりね。さあ行こう。お見せします。植物だって生きてるんです。同一。脳をかける星々よ。再構築。金を出し進化の過程。剣士、出番よ。さあ、行くわよ。剣士、締めるわよ。これが僕の真理だ。見えた。再構築。再構築。どこを見ている。奴らを潰しなさい。さあ行くわよ。
任せてください。進化をお見せし、ひなたぼっこの時間ですよ。気をつけましょうね。どこを見ている、容赦しない。飽きたわ、さようなら。確実に脳をかける星々よ。さ、見えた、再構築。I can't play him. I need to play him. Alright. Guess I'll do that. Okay. I'm going to go. I'm going to go. 心配し、入力星の歌よ。これで消える。邪魔です。燃えろ。すごい、つ金を出せ。これでどうだ。怒りました、消してやる。静かにしろ。隙あり、止められるものか。金を出せ。うがっ。警戒を怠るな。終わりにする。アド、アストラ。入力、破壊。怒りました、死にたいのか。これはいかん。待ってたぞ。ふっ、燃やし尽くす。燃えろ。ふっ、煩わしい。身の消してやる。これが心、神聖を授ける。入力、これで決める。これでどう。これはいかん。死にたいのか。まだ改造のよ。どうぞ。怒りました、燃えろ。隙あり、止められるものか。局を開く。はあ、ここにて。これでどう。怒りました、消してやる。ダメよ。や、飽きたわ、さようなら。はっ、さあ、行くわ。任せてください。進化をお見せします。や、植物だって生きてるんです。慈悲など無用。手ごわい、手ごわい。ちょっ、壊れる。金を出せ。進化の過程。どこを見ている、容赦しない。死ね。危険も成功に不可欠。
親父、助けて。覚えてろよ、うん、そろそろ終わりね、うん、さあ行くわよ、花よ、うん、進化をお見せします。反殲滅の時間だ。傷つけさせて。雷鳴よ、牙を向け。どこを見ている。どいても剣士出番よ。さあ行くわよ。ターン殲滅の時間だ。騎兵も戦争に不可欠だ。痛みよ、我が身をまとえ。壊れろ。さあ、行け。デレルウス。はい。Try having resonator. Okay, let's see if this helps. ここに手を。これでどう？しつこいです。これはいかん。静かにしろ。入力、申請を授ける。消してやる。これはいかん。待ってたぞ。恐れなし。これで決める。怒りました。死にたいのか。燃やし尽くす。終わりにする。星の歌よ。隙あり。怒りました。燃えろ。これはいかん。これでどうだ。煩わしい。死にたいのか。これが心。破壊入力。ふっ、曲を開く。風に乗れ。さあ、ヒロが。すごい。金を出せ。これで決める。金を出せ。怒りました。金を出せ。燃やし尽くす。心配入力。アド、アストラ。待ってたぞ。止められるものか。採用を怠る。他に手を。これでどうだ。怒りました。消してやる。まだ満たされない。800 fine I guess. Well, let's try this. 静寂に沈め。やった。これも音の力ね。痛みつけてほしい。さあ行くわ。剣士
ります。閉めるわよ。よし。これも音の力ね。さあ、行くわよ。沈まれ。ふん、金を出せ。進化をお見せします。どこを見ている。容赦しない。飽きたわ。さようなら。誰が近づいていいって。逃がさない。助けて。せ、任せて。助けて。金を出せ。その力使わせてもらう。これも音の力ね。さあ、行くわよ。退場願おう。そろそろ終わりね。や、はい、金を出せ。進化の金。どこ見ている。やっ、影に溶ける。沈まれ。これも俺の力ね。剣士、出番。さあ、行くわよ。おとなしくしろ。まだ満たされない。任せて。OK。 I'm gonna try it again. Getting worse.No, not even 1,500. Ooh, that is bad. Upon reaching 30 stacks on max upgrade. This one's supposed to be for this one. Oh, I don't know. Is this better? Maybe it's better to play lightning. How does it do? Yep. これで決める。これでどう。これはいかん。灰になれ。心配し入力。星の歌よ。ここにてうがっ。邪魔死にたいのか。ふん、これでどうだ。怒りました。おやし尽くす。終わりにする。平気。入力。神聖を授ける。お付きあり。局を開く。警戒を怠るな。いや、燃えろ。消してやる。静かにしろ。待ってたぞ。恐れなし。ここにてうがっ。まだ。これでどうだ。怒りました。燃えろ。ほっ、これはいかん。煩わしい。入力。アド、アストラ。局を開く。死にたいのか。灰になれ。付きあり。止められるものか。
平気だ。儲けたいんだろ。さあ行け。さあせい。あいつをこれで決める。打ちのめせ。あたしは見る目がねえな。入力申請を授ける。怒りました。消してやる。これはいかん。おやし尽くす。局を開く。これでどう。警戒を怠る。Not that bad. Thought I did worse. So, go. Akita, wa. Sayonara. Makasete kudasai. Shinkan o mise shimasu. Yutto. Itai no. Tondeke. Target kakunin. Itami o. Waga mi o matoe.壊れろ。どこを見ている。痛めつけてほしい。さあ行くわよ。切る。危険も戦争に不可欠だ。奴らを潰しなさい。原始締めるわよ。ターン殲滅の時間だ。雷鳴よ、牙を向け。死ね。ピカピン。どこを見ている。 Thank you for the follow。 さあ、行くわよ。おとなしくしろ。ターン殲滅の時間だ。慈悲など無用。どこを見ている。さて進化の過程。そろそろ終わりに。さあ行くわよ。2009, not that bad, I guess. Eh. Need more strong characters. Ooh. Stories, some new. Okay, 1800. You are here. All right.What's this? 乗せた車はついに延長の沼のそばにある降臨橋に入った。ネオユニオンから今週まで道中には数多の困難があったことだろう。だがやっとの思いでこの地にたどり着いたその車はあろうことか。長い。十文字でまとめろ。人、荷物、全部なくなった。荷物を今週にやる方法を決めたのはお前だ。
おかしら。交流団の一員たるもの、最後まで迅速かつ確実に自分で何とかしてこい。なんと嘆かわしい世の中。ブブ物流め、このままでは済まさぬ。必ずや我らの荷物を取り戻してみせる。オッケー。あの追放者、何か問題を起こすかもしれない。順位を呼ぶにも時間がかかる。念のため、ブブ物流に行ってみよう。OK。Follow the exile。おお、キュキュ。とにかく、荷物を返せ。もし帰ってこなかったら本部に言いつけてしまうぞ。どうかご安心を。ブブ物流は必ず責任を果たします。3日以内には連絡しますから。3日もかかるのか。もし荷物に何かあれば大変なことに。荷物に問題があればもちろん弁償します。事前に保険も登録いただいてるし、手続きも完璧です。ブブ物流は今までミスなく確実に仕事をしてくれた。お前たちの誠実さに免じて待ってやる。数日後にまた来るからな。キュー。 Hello。ブブ物流、届けるまでが配送です。なんか配達の依頼、あ、じゃなくて配達のご依頼ですか。だよね。はじめまして。でも私はあなたのこと知ってるよ。だって漂白者さん、今週の有名人だもの。そして私はてってれー、とうとうだよ。これでも物流チームの班長なんだ。漂白者さん、配達のご依頼ですか？それとも何か別の要件？ Yeah, that man. あのお客様のこと？あの人はブブ物流のお得意先。ちょっとこわもてだけど乱暴なことはしないいい人だよ。 Good to know. そうそう、最近この近くの延長の沼でおかしなことが起きてるみたい。漂白者さんもあそこを通るときは気をつけてね。ファンの風来が途中でなくしちゃったって事件があったんだ。事情を聞いてみたんだけど、延長の沼で奇妙な光景を見たって話で、まるで無音区の中みたいな。それを聞いて私調査に行ってみたの。港で聞き込みもしたよ。部下の後始末は班長の仕事だからね。でも結局そこには奇妙な光景なんかなくて、ただ偶然かもしれないけど、延長の沼に行ってからずっと夢を見ていないの。ブブ物流、届けるまでが配当。ブブ物流、届けるまでが配送。あ、部下から連絡だ。ごめん、ちょっと待ってて。もしもし。え、また配達に。怪我の具合は。彼女のことは任せて。What's wrong? この前急ぎの配達に出た別の部下が路肩の石にぶつかって怪我しちゃったんだけど、その人また配達に行っちゃったみたいなんだ。はあ、彼女を探しに行かないと。無理は禁物だからね。これから延長の沼で荷物を探すつもりだったけど、部下を放っておくわけにはいかないし。あの、もしよかったら私の代わりに荷物を探してもらえないかな。Sure. もちろん、
荷物を見つけてくれたらちゃんとお礼をするよ。あれ、オプショナル、It's fine. あたしらに挑もうなんて見る目がね。ここで何があったの？ What happened here? もう少し進めばゲートね。心の周域の入り口が閉じている。あの白猫も他の人もいない。どういうことなの？ That's a lot of doors. Hello, cat. 脅迫者、あなたではもう私を止められない。 Hey, can I stop you? Hello. Thank you.One with internal ethereal. Okay, I can't read it. It's all gone. Hi, who are you? Illusia. Lady. あなた、戻ってきたのね。Yes. ここには数えきれないほど多くの夢が流れ込んできた。Okay.夢を見たくない。何もかも忘れたい。でもあなたのことはまだ少し覚えてるの。あの人は言っていた。ここを元に戻せるのはあなただけだって。さよなら、導き手さん。あなたが永遠に目を覚ましたままでいられますように。心の周域にこんな場所があるなんて。とりあえず辺りを調べてみよう。これは配達リストね。担当者欄に少し汚れてる。きっと誰かがここに捨てたんだ。石の間に何か挟まってる。風来はここで荷物をなくしたのね。で、
make it. What's up? I'm exploring some light carrying match materials. Yeah, that I do know. I always get some good buff. Which I like. Hey, what's up? Toto, 残像に追われてるの? Yeah, because we're fighting. 任せて。Wait, I don't have any echo. That hurts. この手に集え。Can I use my own one?を取り戻さないと。怪我した部下のお見舞いに行って、代わりに急ぎの荷物を届けて、新人の歓迎会もしなきゃだし、それから自分の仕事もちゃんとしなきゃ。やることがいっぱい。急がないと。私の声は聞こえていないみたい。しまったと。任せて。隙だらけね。響け。I got no echoes, which is bad and sucks. これで終わりよ。行こう。Wasted that, but...Oh boy. これから今。Not the right time to do that. この光で。Boom.光よ、前。Okay, nice. What the heck is this? Ooh. 響け。Push. Can I dodge? Nice. 消えろ。一気に行くよ。これで終わりよ。この手に。この光で。や。隙だらけね。Fake reality, dreamscape, somnia, food is. Furai no haitats list da! Kanna toko ni hokatte aru de yogore totte sappari yome. Janakte, sappari yome nai yo. Kore, haitats box no hahen da. Hayaku nimotsu o mitsukete, kowarete nai ka kakunin shinai to. Demo, doko ni otoshitan daro?もっと奥を探してみよう。Okay. Oh man, I can't attack. Can I do anything? Oh. Okay. ここにもない。Okay. Thanks. Uh-oh. どうして残像がこんなに？君たちと違って、こっちは急いでるのに。Guess not. Jeez. Enter the gateway. I'll try. Ooh. Holy shit. Are you
Uh-oh. All right. でも、どうしてあの残像は追ってこなかったんだろう。まあいいか、とりあえず部下たちのことを考えよう。まずはなくした荷物を取り戻して。 Yeah, find baggage. あとは怪我をしたタンタンのとこに行って代わりに急ぎの荷物を配達して、新人の歓迎会もしなきゃだし、自分の仕事もちゃんとやらないと。やることがいっぱい、急がなきゃ。 Well, I always do be like that. みんなが私を必要としてるんだから、班長としてみんなの役に立たないと。 Leader Lumi. Oh. はっと。Student releases sprint. Attack dash deals significant damage. That is a lot of damage. Almost missed that. Kiki, 仕事だよ。倒したのはこの近く。まずは彼女を見つけないと。風来がなくした荷物は後で探そう。どうしてここにも残像が？え、じゃあタンタンはどこ？もしかして。To accumulate sync energy. When a link energy is full, get ready to activate drip link. Okay. Alright. Crash drain. Okay.班長、やっと見つけた。タンタン。
私を探してたの？怪我してるんだから休んでないと。かすり傷よ、大したことないわ。班長が私に会いに来るって聞いて残像に出くわすんじゃないかって心配で探し回っちゃった。じゃあ急ぎの配達は？こわら、後で自分で配送するわ。でも怪我が治ってないんでしょ？やっぱりちゃんと休んだ方がいいよ。私が代わりに行くから。本当に大丈夫、自分で行けるわ。それに班長にはやることがいっぱいあるんでしょ？配達が終わったら私も手伝うから。でも私は班長だよ、あなたたちの力にな。トントン、それじゃあ決まりね。班長は自分の仕事に専念して、配達が終わったら私もすぐ手伝いに行くから。うんうん、分かった、ありがとうタンタン。それとありがとう漂白者さん。 Oh, you see me? Don't you can't see me? Leave this somewhere. が私の助けを必要としてるのに、ずっと何かに邪魔されちゃって、私はみんなのところにたどり着けなくて、たどり着けたとしても間に合わなかったり、みんなに失望されたらどうしようってすごく怖かった。二度と必要とされなくなるんじゃないかって。でもね、何が起きたかは覚えてないんだけど、漂白者さんが助けてくれたの。あなたのおかげで私はやっと仲間のところにたどり着けた。Oh, yes, I went there. そこで彼女の話を聞いて分かったの。私とみんなの関係は一方的に助けるだけのものじゃないって。みんなもだから、あの悪夢から抜け出せたのかも。全部あなたのおかげだよ。ありがとう漂白者さん。You're welcome. Okay. Hello, cat. What are you up to now? Arigato, nya. Oh. 多少ならにゃ。心の周域は現実を犯す。私の権限は失われたにゃ。他のエリアにもゲートが出現した。中に入って、それならいい。ていうか、わざわざにゃーにゃーと言っていた。それにさっきの列車の中のトート、どうやら変異した心の周域は人の意識の一部を夢の中に閉じ込めるみたいね。もし変異がしばらく続いてるなら、閉じ込められているのはトートーだけじゃない。もっと探索してみよう。トートーの悪夢が仲間たちに捨てられることなら。A lot of different dreams that help the white cat gain control over somnia. Alright. Ooh, so I can get the sword. Nice. Let's try you.
the name again? Yuyan? オリエ先生、次の作品のアイデアはまとまりましたか？急いでください。私はあなたの生活のために言っているんですよ。絵師は作品がなければお金を稼げないんですから。やっぱりここは冬木の課長図を描きましょう。オリエ先生、あなたの作品を好みについて私より詳しいものはおりません。つまり彼らが欲しがっているのはこの冬木の課長図だけなんですよ。私を信じて書いてください。わかりました、オリエ先生。何かひらめくかもしれないし、散歩にでも行こうかな。いい景色、ここなら眺めがいいし、構図もバッ。壁破青山の影は窓に映りて、千岩万国無境に連なる。構図はこれでいいけど、何か足りないような。後でもうちょっと近づいて岩と木の模様を観察してみよう。What I need to do then. Okay. あの場所なら岩と木がはっきり見えそう。イグサ、レンゲ、コミカンソ、金霊子、光亮とした岩の色にちょうどいい組み合わせ。Anyway, cat, what are you doing here?こんな場所にも残像が現れるなんて。花に魚、鳥に着物、モチーフにちょうどいいかも。Do you use having echoes? Having no echoes?先生、Let's call me Judy. 絵の進捗はいかがですか？ Okay. そうですか。はい。なんですかこれは。違います。オリエ先生、ご自身の立場を考えてください。先生は大家なんですよ。最も優れ先生の冬木の花鳥図はすでに高値で取引され、市場全体から認められています。全く同じ絵を描いてくださればそれで結構です。かつ先生を貶めるつもりはありませんが、現状あなたが描くすべてが売れるわけではないんです。だからあなたの絵を気に入ってくれるお客様を見つけてきました。要望はちゃんと聞いてもらわないと困ります。どうか今夜は複製に、ああいや、創作に専念してください。また明日絵を取りに来ますからね。新作へのこだわりは捨てて、冬木の花鳥図をもう一枚描いてください。オリエ先生、お願いしますよ。今日もまた冬木の花鳥図を描かないと。
過去を模倣するだけ。そんな人本当に絵師って言えるのかな。私は過去の作品を複製し続けるしか能がないってこと。Oh, I'm playing. No time to contemplate. Huh? 返し筆! オリエ。この光で! ひらめきました! あなたが本当に描きたいものは何? あなたは冬…ほころびたつぼみにたくさんの鳥が集まっているのが、あれはあなたが全身全霊をかけて書き上げた作品だね。本当に書きたい作品なら込められた思いは必ず誰かに届く。ガリン、転生。その思いと自分の絵筆を、そして何よりあなた自身を信じて。自分の絵筆を信じる。ズルよ、舞い上がれ。水面に溶ける雲のように。適波星山の影は窓に映りて、千岩万国無境に連なる。世は演歌の夢を溶かし、描きし演歌は己を溶かす。この巨匠、もしかして冬木の花鳥図の。いいですか、お客様は。重なり渦巻く妻のごとく、あの絵だけを欲しがっているんです。堀江先生、あなたという人は本当に頑固ですね。高値で売れない絵なんて何の価値もありませんよ。私は絵師で、絵筆じゃない。ねえ、夢の中で私はずっと新しい作品を描こうとしてたのに、誰も認めてくれなかった。ただの商売道具として扱われて、認められた作品を複製することしか望まれなくて。でも私は正真正銘絵師なんだってあなたが教えてくれました。私を認めてくれてありがとうございます、漂白者さん。先生はやめてください。おり、よくやったにゃ。夢を乗り越え、権限を取り戻したから前よりも喋れるにゃ。心の周域の拡大が加速している。このままでは延長の沼だけでなく、ソラリス全体が夢の中に閉じ込められる。もっと多くのゲートをくぐり抜け、休むにゃ。エネルギーを節約しないと。All right.
ところ心の周域に入れるのは私だけみたい。つまり白猫を除けば夢の中に閉じ込められた人が心の周域での唯一の仲間ということ。みんなを夢の中から助け出さないと。Refrain. Look at this. Not do that yet. Little warrior. Oh, this one. Okay.昔魔法の国にはアンコという超凄腕の勇者がいました。ある日彼女は白メイという仲間に出会いました。おいで白メイ。白メイはこう言いました。私は舞台で一番人気のあるお姫様。公演のたびにたくさんのお客さんがやってくる。しかしなんとそこへ超無敵の大魔王が現れ攻撃し始めました。そのせいで人々は家に引きこもり、賑やかだった舞台の客席は空っぽになってしまったのです。その時超凄腕の勇者アンコは超無敵の大魔王に挑むことを決めた。彼女の仲間に加わりました。友好的な仲間だけではありませんでした。ある日勇者アンコは、おいで黒目。昔はオイラも魔法の国の住民だった。戻ってきたらみんながオイラのことを忘れてた。誰もオイラと遊んでくれなかった。この国のやつらなんか仲間じゃない。オイラは大魔王遊んでくれるのか。悲しみに暮れていた黒目は友達ができたことに心から喜びました。こうして冒険者の黒目は勇者アンコの仲間になったのです。勇者と一緒に大魔王に挑み魔法の国を守る。それこそが冒険者の使命。幕開けだ。アンコに近づくな。えい、あえい。チェンジマイカー。オッケー。メロメロ。勇者アンコは仲間になった白目黒目を連れて超無敵の大魔王を倒す旅に出ました。しかし、とってもずる賢い大魔王は超強いモンスター部隊を向かわせてアンコたちを追い払おうとしたのです。アンコたちは怖がったりしないよ。白目黒目、得意技で勇者アンコを助けて。ついに超すごい勇者パーティーは超強いモンスターたちを倒しました。しかし白目も黒目もこの戦いで傷を負ってしまったのです。力を見せてやる。燃えろ。アンコに近づくな。高い山に登り深い川を渡ります。そして長いな慎重にその草を摘み仲間たちに与えると、白目黒目の傷は完全に治りました。
アンコの努力が実ったのです。こうしてアンコの超すごい勇者パーティーは大魔王を倒す旅に戻りました。ダマかね、ダナ。超無敵の大魔王は相変わらずたくさんのモンスターは全て超すごい勇者パーティーに倒されました。超すごい勇者パーティーの戦果は魔法の国の民を大いに勇気づけました。そしてたくさんの人が超すごい勇者パーティーの仲間に立候補しました。勇者アンコは炎を吐くキャンドルの妖精さんを仲間に加えました。それからナイフとフォークでパンを袋分にできるハイミミウサギや四本足で走るベンチの精霊も仲間になりました。その後は四つ葉のお姉さん、ほうきのおじさん、灰をたくさん吐くすすじいさんも仲間に加わり、あんこの超すごい勇者パーティーはますます大きくなって、とうとう、とにかく超ついに決戦の日がやってきました。ハイミミウサギは仲間たちが力いっぱい戦えるように美味しいパンを作りました。白目は決戦の前夜にみんなが勇気What do I do? Oh, Larry. Thank you for the light. Hey. Look around and wait for the final battle. Oh. Find a place to sit and watch final battle. Okay. 決戦の日、超すごい大大大軍団は冒険者クロメイの導きで罠をくぐり抜け、とうとう大魔王の前にたどり着いたのです。アンコの超すごい大大大軍団は大魔王に戦いを挑みました。四つ葉のお姉さんが風を起こし、すすじいさんとキャンドルの妖精さんが火を放ちます。ハイミミウサギはホウキおじいさんを使うとベンチの背に乗って大魔王に猛攻撃を仕掛けます。みんなものすごい戦いぶりです。待ってやべえにゃん、あんこのお友達をいじめるな。ここさあ燃えろ。よいよい、勇者あんこは白目黒目と力を合わせて最後の一撃を放ちます。おい、勝ったかな。メイバーストップ。おーらも、オッケー。大魔王の陰謀はこうして大失敗に終わりました。アンコの超すごい軍団は見事魔法の国の平和を60. Hello, who are you? Hmm. 俺を倒そう。魔法の国から大魔王が消えることはないのだ。あなたはどうして大魔王になったの？以前の俺は何をやっても誰にも相手にされなかった。だが大魔王になったら誰もが俺のことを怖がるようになったんだ。でもあなたにだって勇者になれるよ。いや、俺には無理だ。お前のような情熱も勇気もないし、仲間もいない。そんなことないよ。冒険したり魔王を倒したり、それだけが勇者ってわけじゃないもん。ほうきおじいさんは毎日お城をきれいにしてるし、キャンドルの妖精さんはいつでもキラキラしてる。あんこの超すごい軍団に入る前からみんな立派な勇者だったんだよ。何かに一生懸命になって自分らしく生きれば誰だって勇者になれる。あなただってきっとなれるよ。ポトポこうして魔法の国は勇者の国と呼ばれるようになった。
みんなこれから幸せに暮らすの。うん、これから新しい物語が始まるよ。 Sure。出口がないか。ゲートキーパー。それにあの、このソノラの景色は本物？あなたはここの神様なの？どうやって入ってきた？へえ。わからないの。さっきまでおばあちゃんのお葬式をしてて、私ずっとおばあちゃんのそばにいたの。どれくらいいたのか覚えてない。それからここに来て、もしかして寝ちゃったのかな。かいね、夢を見ている間に意識が心の周域に迷い込んだか。心の周域って何？ソノラなの？そうではないが、かいね、そう捉えてもよい。やっぱりさっき同じくらいの年の女の子に会ったんだけど、その子の名前がおばあちゃんと同じだったの。その子は私と同じ町なのに違うところもあって、町の東にある古いお寺がまだ残像町に壊されてなかったりとか、毎年お墓参りの時期は町の人がみんな古いお寺に行くから月追祭みたいに賑やかなんだって。あの子ね、この町は好きだけど、いつかは外に行ってみたいって言ってた。ソノラは人や場所の思い出を閉じ込めるんだよね。私が見たのは本物？あの子は私のおばあちゃんなの？すまないが、その問いには答えられない。じゃあまたここに来てもいい？ダメだ。目を覚ましたらここは消えちゃう。私、全部忘れちゃうの？ここの全ては削除されるが、私にお前の記憶を消す権限はない。よかった、ありがとう神様。私が悲しんでたから励ますためにここへ導いてくれたんだね。私、おばあちゃんのこと全然わかってなかった。家族を守ってくれて、私を育ててくれて、みんなの保護者として町を出ていく子供や孫を見送って、またあの古い家に戻っていく。だから後ろめたく感じてた。私まで町を離れたら、あの背中がますます曲がって小さくなっちゃうんじゃないかって。でもここであの子が教えてくれた。おばあちゃんも私と同じように町の外に憧れてたんだって。あの子は世界中を旅行して堅実だけど目の輝いた人に出会って結婚するんだって。私、おばあちゃんの孫に生まれてよかった。おばあちゃんと一緒に暮らせて本当に幸せだった。これまでの私はこの町を見ても古い家は目に入らなかった。おばあちゃんの目尻のシワは見えても、その目の中の輝きに気づけなかったように。神様、あの光を見せてくれてありがとう。いいよ。Thing is a good guy, that's the problem. これは昔の会話で、目の前にいるのは彼らの黒いゲートキーパーがわざと見せたの。目が崩れる。ここを出ないと。Oh, hello. 久しぶりだな、脅迫者。
初めて会った時に言ったはずだ。心の周域が不安定になっていると。ここを脅かしているのは私ではなく、ここをなす原理そのものだ。脅迫者、心の周域は何のために作られたと思う？それは表面的な機能に過ぎない。災いに満ちたこの世界でこれほどの仕掛けが、悲鳴に関わらない方が不自然だろう。夢が無限の可能性を持つからこそここは作られたのだ。一人、百人、一千万人、無数の夢に潜れば悲鳴に対抗する鍵を手に入れられるかもしれない。悲鳴に打ち勝つ最善の策でなくとも、ただのきっかけでも記録される価値はある。あなたと深いつながりがあるが、今それは重要ではない。あなたはいずれ彼らの正体に気づくだろう。創造者にとって特別な価値を持つあなたと違い、私は彼らがゴミを廃棄するためにプログラミングされた都合の良いツールでしかない。この空間には限りがある。だが夢は際限なく生成される。つまり命令に従い、そのゴミを廃棄する執行者、漂白者、あなたは先ほど2つの夢を見た。もちろんあれらの夢に世界を救うような情報はない。あなたはあれが無意味なものだと思うか？そうだ、あの夢の中にも本当に大切なものはある。故に残されるべきなのだ。心の周域には何十億ものゲートがある。だがソラリス全土に比べればここは小さすぎる。無数の人々が残すにはより大きな器が必要だ。心の周域のゲートは延長の沼の外にも現れている。あなたが現実に干渉しているのね。そうだ、器となる現実空間は夢に溶け込み、心の周域の一部となる。だがそれは現実が永遠に保存され、不滅となることを意味する。知っての通り、誰もが救世主になろうとするわけではない。ほとんどの夢はとても利己的で矮小なものだ。それでも廃棄されるべきではない。They won't be. だが心の周域に残された夢には意味があるのだ。あなたも見たはずだ。ここに迷い込んだ少女が夢から手に入れたもの。That don't mean you can do what you do. Yep. あなたはその手で人の夢と思い出を消したことがあるか？周域は間もなく全周期のデータを削除します。速やかに退出してください。 Let's make you go. 周域は間もなく全周期のデータを削除します。速やかに退出してください。私は千年にわたりそれを無数に繰り返してきた。私とあの夢たちが私を理解できないのは当然だ。漂白者、あなたではもう私を止められない。ここの夢も崩れそう。早く敵を片付けて脱出しよう。Can I run? I can? Okay.
digging in the grave. Auto echo. Hello. お姉ちゃん、あんこの新しいお話聞いてくれる？ Warrior Echo。こほん。始まりはこうだよ。昔昔、雲の王国にはアンコという素晴らしい勇者がいました。王子様の白目とも出会い、その後もたくさんの仲間に恵まれます。そして最後には仲間と一緒に黙々アウン魔王を倒したのです。変化したよ。素敵でしょ。アンコ、仲間と一緒に冒険するお話が一番好きなの。新しいお話を思いついたらまたお姉ちゃんに聞かせてあげるね。Waypoint exploration. Toilet real quick. の力抑える。恐ろしい。頑張ってくれ、導きて。少し休む。白猫の状態が悪くなってる。黒きゲートキーパーの話だと夢が現実を侵食するスピードが上がってるみたい。これ以上悪化する前に食い止めないと。内部に潜入して奴らの取引データを盗むんだ。正体がバレないように気をつけろ。気づかれれば証拠が消されてしまうからな。ソーダ団に潜入か。変装用の服を用意しないとね。それと他のメンバーと連絡は取られたくない。この拠点の通信設備は切っておこう。何事も素早く、いい心がけよ。この服で良さそうね。あれがソーダ団の本拠地か。
見つけた。早くこれを持って治安署に戻らないと。途中で操舵団のメンバーに出くわすかもしれないし、しばらくはこの服のままでいた方が良さそうね。待て、お前の持ってるそれは何だ。この辺りの追放者が密かに違法取引をしているという情報があった。箱の中身を確認させてもらう。データはこの手で赤原高に渡す必要がある。実は自首しに来たの。組のやり方がどうしても気に食わなくて。これはうちの組を潰すための重要な証拠。自分で治安署に届けさせて。もし信用できないなら私に監視役をつけても構わないわ。そうか、自首する気があるのはいいことだ。私はこの追放者と治安署に戻るから、お前たちは引き続きパトロールを続けてくれ。今のはどうして獣医たちが倒れてるの。獣医たちに怪我はない、okay. ただ気絶しているだけ。すぐに目を覚ましそうね。今のうちにデータを赤原高に届けないと。でもここには何かがある。警戒した方が良さそうね。途中で少しトラブルがあって。これを手に入れるために順位に怪我を負わせたのか。このような任務を頼んだ覚えはどうしたよ。誰かが彼になりすましていた。一体何のために。私を見限る前にこの件について調べさせてください。騙されたまま終わるわけにはいきません。やっと来たか。どうしてこんなところに。反魂互助会のメンバーだった君はこの私を裏切った。聞かせてくれ、今の君は一体何なんだ。 Nobody。 そうだインリン、その通りだ。君は順位などではない。互助会、誰も君の正体、君の価値を認めない。君は誰でもないのだ。私は誰でもない。インディ、緊急の任務だ。操舵団の内部に潜入して奴らの取引データを盗むんだ。正体がバレないように気をつけろ。どういうこと。任務を引き受けた時点に戻った。あの私はまだ任務を続けている。引き止めて隠された真相を暴き出さないと。やりません。奴らを潰しなさい。あ、いや、うん。
インリー、落ち着いて。この任務は本物。安心して。それは赤原高こそが裏切り者だったから。インリンは何も間違ってなんかない。いいえ、あなたは気づいたの。ここじゃない場所で全てを見抜いたあなたは、治安署と協力して彼の裏切りを暴き、ソーダ団の取引も見事に阻止した。もちろん順位に怪我をさせた事実もない。あなたは正しい判断をしているし、騙されてなんかない。ただ判断を誤ることを恐れて夢を見ているだけ。あなたは私が知る中で最も冷静な人よ。一人で行動しながら常に正しい道を歩んでいる。もう一度考えてみて、あなたは何者なのか。 I am who I am. I am you. Talk to the strange cat. Hello. Meow.インリー、oh. 君にはもう身分がない。誰も殺そうとする。何の価値もない。さあ行け。天使がすごい。何を言っても無駄よ。あなたは目的を見失ったようだけど。助けて。この光で。すごい。じゃあこれ飽きたわ。さようなら。行け。戦わせてごい。ご退場願おう。役者たちどもが。剣士、デバイ。誰の仲間でもない。順位でもない。君は全ての人の信頼を裏切った。どちらが悪か。私が思い知らせてやろう。姿と歩むべき道を知っている。目をそらしちゃダメ。行こう。飽きたわ。さようなら。やっ。おとなしくしろ。つまらないわ。剣士、締めるわよ。やっ。飽きたわ。さようなら。痛めつけてほしい。これで終わりよ。剣士、締めるわよ。私のことを本当に信頼してくれる人がいるのか不安だったのね。でも大事なのは、他人からの肯定より正義の道を歩めているかどうか。今回それがよく分かったわ。私が自分を信じられなくなった時は、漂白者、あんたが教えて。私は正しい道を歩んでいるって。ありがとう、漂白者。No problem. 人に信じてもらうのってなんだかくすぐったいわね。こっちに来て私をよく見るにゃ。私はどんどん強くなっている。黒いのに対抗するのも不可能じゃないにゃ。今度帰ってきた時は普通に話せるようになってるはずにゃ。とにかく頼んだにゃ。最近よく寝たから、きっとこれが最後にゃ。The best time claim. Two more. All right.
Xiang Li. どうやらここは昔の工賃らしいね。確か当時工賃で不思議な事件が発生した。とくまなく探したが結局その子は見つからなかった。頼む、俺たちの息子を探してくれ。おとといの昼のことだ。俺たちは家族全員で一緒に食事をしたんだ。それから俺は山の泉に水を汲みに行って、帰ってきたらジンはいなくなっていた。ジンは友達のところに行くと妻に言って、そのまま戻ってこなかったらしい。俺はもう何日も何も食べられず眠れないままだ。ああ、ジン、どこへ行ったんだ。どこへ行ってる。ジン、早く帰ってきて。ジン、はい。ジャーニーアップのシーン。いえ、ジンは最近性格が内気になってしまって、家で遊んでばかりいました。でもあの日、友達のところに行くと言っていたのに、あの子と仲のいい遊び友達に聞いてもみんな最近ジンを見ていないと言うんです。このままジンが見つからなかったらどうやって生きていけばいいのかわかりません。みやお昼夜剣気をつけて。おファイリングやっ。どうする。神にも劣らぬ。バレバレよ。正確に逃がさない。これでどう。正確に生まれた頃から今までの子供が使っていた道具が全て大切に保管されている。でも子供服の中で寝巻きだけがない。答えはもう明白だけど、このお題の真相について。気をつけて。昼夜健康。ジンは見つかったのか。ジン
がどこに行ったか分かったの？なんだと？そんな…ジン…一体何を言ってるの？なぜそんなことが分かる？それやべ。逃げ切れるかな？まだ改造のやつ。火の雨が降り注ぐ。気をつけて。切り札があったのね。残念だけど、この5番から逃げることはできないの。神にも劣らぬ。私を見ても驚かないのね。どうしてジンが殺されていると分かったの？子供がそんな中、薄い寝巻きを着て一人で出かけるなんてありえない。事件は作り話で、あの両親はフラクトシデスが用意した偽物だってことも分かってた。あなたは全てを知っていた。だったらなぜ夢から出ようとしなかったの？騙されたふりをして状況を見極めていたの。夢の中に目を覚ました者がいる。それって敵にとっては厄介な存在でしょ。自分を駒にすることも厭わない。あなたらしいね。力を貸して、チョーリ。の時間よ。時に精神も必要よ。逃げ切れるかな。助かり神にも劣らぬ。逃げ場などない。烈火のきらめき響け。逃げ切れるかな。夢の最果て、魂の消える場所。ナイス。リーフソン。例の事件について知りたいの？当時フラクトシデスは夜に乗じてジンとその両親を殺害した。神医様が異変に気づいた時、フラクトシデスの二人はすでにジンの両親になりすまし、
上昇山で暮らし始めていたの。でも神医様は彼らを摘発せずにわざと泳がせた。そして半月後、フラクトシデスはついに動き出した。行方不明騒ぎを起こし、ジーンを探すという名目で堂々と上昇山の秘密を調べようとしたのよ。そこで神医様も動いて、潜入していたフラクトシデスを偽の良心ごと一網打尽にした。謙遜する必要はないんじゃない？あなたの辛抱援助も見事なものだから。相手の正体はまだわからないけど、わらわの力が必要なら喜んで協力させてもらうよ。Alright, kitty cat. What's up? にゃーははは。 Okay. ちゃんと話せるようになったぞ。 I had a prepare used your dog. It's kind of cute. にゃーにゃー泣くか。短い言葉しか喋れない方がいいのか。well, ともかく、残りの記憶ブロックはあと一つ。最後の一人を夢から救出すれば、私とクロイノは心の周域の制御権を半分ずつ持つことになる。そうなればあいつに総攻撃を仕掛けられる。はい。にゃあ、本気で猫扱いするな。Alright, let's go. That's the last one? Yeah, this one's the last one. Ooh. Okay. Oh, you. Okay. Never expected that bad, okay.これは夢？それとも現実？ Dream. 夢だったら面白いものが見られるかも。Huh. あれは yeah. 夢で会えるなんて嬉しいな。おとなしく待っててね、漂白者。I don't know what, but okay. Okay. Yeah.私とかくれんぼしたいの？付き合ってあげる。我慢してやっと手に入れた果実が一番甘くて美味しいもんね。ペスカデッドリーブさん、つかまえ、一緒に遊べる時間だってそんなにないんだよ。これ以上待たせないで。ほんと邪魔者だらけ。ああ、なんでいつもブラックショアはつまんない任務をよこすのかな。この程度で私が満足するわけないのにね。漂白者、また消えちゃった。つまんないつまんないつまんない。退屈なのって大嫌い。獲物の匂いだ。やっぱり楽しみは自分で見つけないとね。強いけどつまんない、そういうやつもいっぱいいるし、やっぱり退屈なのは嫌だからね。私をドキドキさせてくれる。Oh. あ、
なのありえない。だって覚えてるもん、あなたの刃が空気を切り裂く時の震える周波数。強くて美しくて、いつも私を酔わせてくれる。頭が痛い。私は絶対に。手が必要みたい。急がないと。I have a potion. Okay. Remember, I have a potion. I like it. Oi, 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 oi. Maniawanakatta.Speed boost. 任せて。ヘイオ。えい。その力使わせてもらう。せい。しまった。影に溶ける。もっと急がないと。さあ。は、沈まれ。通りだった。あれがあなただなんてありえない。あなたの力はあんなものじゃないって知ってるから。素敵。あなたは正真正銘。私の最愛の種。これからもたっくさんお話しして、ゲームして、戦おうね。もしかして、誘ってるの？ドキドキしちゃう。I'm almost dead. I'm back here. あなたが私に殺されちゃうことってあるのかな。やっぱりあなたに関係することだからかな。あなたは強敵をいっぱい倒してきたし、そう簡単にはやられないよね。あなたが自ら望まない限りは。No. No, thank you.
安心して、あなたのことを縛るつもりはないから。あなたの秘めた力も野心も理想もどれも好きだけど、私が一番好きなのはあなたがそれを語るときに私に向ける目。私いつかこの世界からあなたを盗んで誰にも見つからないところに逃げちゃうかも。 No, thank you. Are we done? おかえり、漂白者。 Thank you. Did you regain all your power? やっとこの時が来た。 You did. Good. 私もあなたが心の周域で助けた者たちも準備はできている。あなたの準備が終わったらあいつを成敗しに行くぞ。心の周域を修正するんだ。彼が取り返しのつかない過ちを犯す前に。 I agree. You should do that. 準備は万端。いよいよ決戦だ。Hello, and come on. 大魔王に挑戦だ。この任務もそろそろ終わらせないとね。お役に立てるのなら全力で頑張ります。了解。この局を終わらせようか、漂白者。あなたと一緒に踊れるなんてゾクゾクしちゃう。私たちのスローガンはブブ物流は届けるまでが配送。そうじゃない、世界を救うだ。アベンジャーズアサンボー。心の周域には何十億ものゲートがある。だがソラリス全土に比べればここは小さすぎる。無数の人々が紡ぐ無数の夢、無数の思い出、それらを残すにはより大きな器が必要だ。漂白者、あなたではもう私を止められない。Alright, big cat. Time to bite you. 任せて。あなたたちは夢の価値を全く分かっていない。 Don't say that.貫け。この力
みんなの思いを感じる。ナイス。オフ。All right, cat. You want to fight? Oi. Shibatta. この夢を貫け。静寂に沈め。未来のために。逃がさない。その力使わせてもらう。アベンジャーズ。その力使
かわせてもらう。ドン。もっと、もっと私を楽しませて。荷物を守って。静まれ。なし。開けない夜はない。無駄だ。Okay, good. Say goodbye to everyone before leaving. I guess we should. これが夢なら、いろんなことが幻だったってことだよね。Yeah. ちょっと残念だけど。でも、私の仲間はみんないい人たちだって信じてる。ここで気づいたこと、目が覚めたらちゃんと伝えるよ。Friend 私、そっか。私と漂白者さんは現実で知り合ってるもんね。あなたは私の親友で、私にとって自信の源だよ。Good、じゃあ、目が覚めたらまた会おうね。冒険は大成功だね。今回は10人の勇者がみんなで黒猫魔王を倒す物語だよ。あんこ勇者、黒目勇者、白目勇者、白猫勇者、お姉ちゃん。True? もちろん、みんな勇者なんだから。そして、危険なブドウ王国で冒険はさらに続く。Yeah, make sure to tell the story. 次はやっぱり白猫を魔王役にしようかな。I hope not, but what else? Hello, Drizzy. 漂白者さん、あなたのおかげで私、あの絵を完成させることができました。それでも私は迷ってしまうことがあって、どんな絵だって心を込めて描くことで命が宿る。心から最下三巨図を描きたいと思った時、絵に魂が宿るのを感じました。あなたの助言のおかげで迷わずにあの瞬間をつかめたんです。もしかしたら現実世界の私はもっと多くのものを描けるかもしれない。漂白者さん、目が覚めた後、もしよかったら、私待ってますから。はい、
脅迫者。もう行ったのかと思ってた。夢の中の問題はもう解決したから。でも現実ではまだ多くの悪が闇に潜んでいる。とはいえ今私が一番気になるのは、失態を犯した私を支えてくれたあんたのことかもしれない。まあここでだけの話でしょうけど、目を覚ました私はミスなんてしない。 Hello, Anna. Welcome back. それはこれからのあんたの努力次第ね。よーラプラプト。漂白者、あなたにとって夢とは何？ A dream. Glimpse into the future. わらわは自分の手で夢の中にいることに気づき、夢の中で真相にたどり着いた。記憶を失ったあなたの場合、現実を夢の中のように感じたりするのかしら。観察と思考を重ねれば、いつかあなたも現実の全容をつかめるのかも。じゃあ答え。ウデリンウェイブ。ね。エンフリー。Kat phone pun boleh main. Kalau lah phone boleh support. Ini main kat PC lah. Sebab phone naik tai. What are you hinting at? Solaris is a figment of my imagination. Wait. あくまで家庭の話。本気にしないで。ただ夢に入り、コーチンの町に身を置いた時に得たあの感覚。確かに記憶喪失のようにも感じた。目の前にあるのがコーチンだと分かるのに、自分がどこから来たのか、何のために来たのか、ガチャゲーまるで分からない。あなたが運良谷で目を覚ました時も同じだったんじゃないのかな。ラワンラワンラニー。なトライブもいいや、ゲームフリーやもん。これからは最新の注意を払って、些細なことにも気を配るように、少しでもあなたの役に立てたのなら、この壮大な夢も見た甲斐があった。画面原神ね。まなトライ原神か。Boleh je main. Tapi Genshin pun boleh juga. Genshin senang sikit dari ini punya. Ini susah sikit. Counter Strike. Pandai eh. Oh iya, nak lagi pandai dari AI pula. Counter Strike. Mau ikut no? Time to wake up.私はずっとここにいるのも悪くないと思うけど。だってここなら私たち永遠に戦い続けられるんだよ。たっぷらたっぷらしいです。まだゲームライン。ゲームサンタイサンタイもんもね。チルチル。あれじゃゲームフリー。もねまい。Just a dream。夢だっていいじゃん。夢。目を覚まさなきゃ夢も現実も同じなのに。ウェイ。そっか。残念。じゃあ、現実のあなたは私をもっとワクワクさせてね。それなら目を覚ますのも悪くないかも。ふふふ。ビジーさんが。まじゃらぎんゲームフリーンスパケ。ブレトライ。To the white cat. これで一件落着だな。Like I ready for good? そういうわけではないが、あいつは心の周域の制御権を失った。だが、私たちがまた拮抗状態に戻るのも
時間の問題だろう。安心しろ、ちゃんと見張っておく。それにどうしても手を焼くようなら、あなたが助けてくれるだろう。そういえば私に聞きたいことがあるんじゃないか。創造者が一人の人間を指すとは限らない。そしてそれがどのような存在なのかはまだ答えられない。その質問への答えを止めたのはあなた、あるいはかつてのあなた。私を止めた理由を知るとき、あなたは創造者の正体を知ることになる。今私が言えるのは、あなたは導き手であり、自らの意志で心の周域に入れるただ一人の存在だということだ。あなたはゲートと私、そしてあの黒いのを管理する権限を持っている。だからこそゲートとゲートがもたらす異変を認識できるのはあなただけなんだ。そういえば私に聞きたいことがあるんじゃないか。それは心の周域が現実を侵食した結果だ。あの黒いのが心の周域の絞り込みや削除の機能をなくしたせいで、周域はソラリス中の夢を無差別に複製し始めた。その上あいつは各地にゲートを開き、現実を心の周域に取り込んで夢を保存しようとしていた。あなたが体験したのは心の周域に巻き込まれた人々の夢だ。あなたは記憶ブロックの最終的な管理権限を持っている。つまり人々を悪夢から救えるのはあなただけなんだ。そういえば私に聞きたいことがあるんじゃないか。心の周域に巻き込まれた者は目が覚めるとその体験を忘れ、心の中にかすかな感情だけが残る。まるで本物の夢みたいだろ。なるほどね。私もやっとゲートの中に戻れる。あなたもそろそろ起きる時間だにゃ。ミヨミヨ Leave the train。 OK。 列車のそばに何かある。 I don't know。配達員は風来、荷物はここに落ちてたのか。とりあえずとうとうに会いに行こう。Enak tak nak try game lain ni? Enak. Kena ni matan dah toh. Lei no nimot wa. Well. Okek sama, mau sebarak o mati kuda. Found back. Hyohakusha sa.お客様、荷物が届きましたよ。どれどれって、箱が壊れてるじゃないか。もし中身まで壊れてたら受け取らないからな。確かに配達ボックスに破損が見られますね。申し訳ありません、弁償します。弁償とかの問題じゃない。私はこれが無事に戻ってくると信じてお宅に頼んだんだ。分かっているのか、この中身はな。漂白者。お頭、来てくれたのか。彼らにこれから。静かにしろ。はいはい。問題ない。弁償の必要はないし、費用も規定通り払わせてもらう。一人で降臨鏡に入ってこの箱を回収したのか。Yes. 俺は交流団の組長、天風だ。お前の名は聞いている。北楽の原の戦いの後、
野外の危険が大幅に減り、うちも商売がしやすくなった。我が交流団は今が発展期、ちょうど有能な仲間を募集中なんだ。荷物は間違いなく受け取った。ブブ物流の件はこれで終わりだ。お前みたいな価値のある人材と縁ができて、よろいつか俺たちは協力し合うことになるかもな。交流団はいつでも強者を歓迎するぞ。ちょっと待ってくれ、お頭、どうしていつも話の途中で。うるせえぞ。組の格を見せねえで人が集まるわけねえだろうが。いつまでもみっともない真似してんじゃねえ。解決したのかな。I guess so。とにかく厄介な問題が解決してよかった。本当に本当にありがとう。あれ、何を考え込んでるの。具体的には。Flying train。 何それ、聞いたことないよ。漂白者さんの想像力はすごいね。白猫が言った通り、私以外の誰にも見えていない。 そうだ漂白者さん、とっても嬉しいことがあったの。 Dream about me？ 昨日の夜久々に夢を見たんだ。 Yeah。Was it a good dream? よく覚えてないけど、でもきっと楽しい夢だよ。Okay。 仲間たちも似たような夢を見たみたい。もしかして私、夢の中でみんなと友達になったのかも。That's good. Sure you did。私もそう思う。だって。てってれー、私はトントン班長だからね。しまった、おしゃべりしてる場合じゃなかった。さっき大至急の配達依頼があったから。あ、今回の報酬をあげるね。本当にありがとう。もしふるさとのエッシューに行く機会があったら、村の特産品でおもてなしするから。ブブ物流届けるまでが配送。Oh,届けるまでが配当。ああ、もう行かなきゃ。また今度ゆっくり話そうね。またね。バイバイ、漂白者さん。バイバイ。Let's see。Did I get my weapon? Do I need to do something else? Weapon? Oh, I did. Nice. So, let's see. Weapon. Upgrade. It's kinda nice. Get crit rate. Maintain stacks.Gain one stack of his when dealing damage. Each stack he increases by 2.5. It's kinda nice. Pretty neat. Auto select.Oh yeah, I need that. What's that? Ew, that thing. I'll keep this for now. Go.
Nightmare revisits. What the heck is this? Main resonator. Hey, you can play her. She's kinda cute. Reward. Sport. Okay. Let's try this one. Challenge. Sure. What the heck? 入力。はい。怒りました。死にたいのか。これはいかん。ヒアリ。Nice. Oh, hey, kid. Fictional dream cruising reality. Something to bring you there to your bag. Follow them and you'll find an open gateway. It can make you faster, close that gateway. I'm cutting on. Meow. Okay, time to run. 警戒を怠るな。Oh, it's hard.So the gateway now? Alright, got it. Confirm. Mountain Meow. You can count on our gateways and other places. Okay. Post them all, must stop me now. Thank you, Meow. Fighting again. わずら。静かにしろ。死にたいのか。これはいかん。来ないのか。局を開く。風に乗れ。せい。Okay. その身に刻め。That. Give me this claim. How do I get more? 2400 shots. Okay. Got a lot of things. But sure. Purple.Alright. Oh yeah. Spend some things. Where's the... No, not this. 戦況は常に変化している。私と一緒に遊びたい。You with this. Is that one strong? And I get crit rate for that.Good. I need it. Yep. Farm this one. And we're good for today.
Alright. を開く仕入れの時間だ。これでどうだ。怒りました。死にたいのか。終わりにする。入力。役者たちどもが。いや、私が商品にやられた。警戒を怠るな。ダボ。ナイス。戦況は常に変化している。私と一緒に遊びたい？ Level 2 Level 3 Oh, need more. Okay. Yeah, I gotta upgrade that. It's fine. This one is the golden one.Oh, blue one. Sure, why not? Purple. Definitely need more purple. Okay, that's good for now. Where am I? 50. I can do 100. I can do one more time.One more time.仕入れの時間が遅いんだろ。遅いです。行け。燃やし尽くす。入力。待ってたぞ。局を開く。怒りました。死にたいのか。Claim double, claim this one. Yep. Should be enough.素早く片付けましょう。まだ実験が終わっていませんので。私と一緒に遊びたい。 Make it all five. Okay. Upgrade the weapon.素早く片付けましょう。Let me clean this stuff. All good. Five I need. 素早く片付けましょう。私と一緒に遊びたい。素早く片付けましょう。10。
I could take more than that. 素早く片付けましょう。私と一緒に遊びたい？Okay, be good. So, how many I got? 462, 587, still kind of higher, but. All right. Take a break for a bit. See you guys in a bit.